えー、おはようございます、えー。今日の話は「自分の周りに不思議な奇跡がいっぱい起こる本」という精神科医の越智恵子さんの本の中から「自分が成長すると出会う人も変わる」という話です。人生という舞台で私たち一人一人が主役でです。でも舞台にいろんな人つまり個性あふれる脇役が登場することで物語は面白く展開していくのです。 そして、私たちは人生という舞台でハプニングが起こるたびに、それを乗り越えることで成長していきます。人間関係によって様々な感情を抱き、自分の内面と向き合うことで、私たちは自分の魂を成長させる機会を得られるんです。私自身も母親と も母親との葛藤や闘病、結婚生活、仕事などいろんな場面ごとに多くの人と関わっていく中で自分を見つめ直し、少しずつ魂を成長させて人生を好転させることができました。私たちの長い一生の間にはいろんな時期があります。一人人人で過ごす静かなな時時期期ももあれれば多くののと関わる活動的な時期も訪れます人間の成長には 内向的にその育まれるものもあれば外向的に促されるものもあるのです子供を見ていると一人でお絵かきをしたり本を読んでばかりいることもあれば友達との外遊びが大好きになることもあります内向期は情緒的な感性,感性が養われる大事な時ですそして外向期には社交性が身につくのです 大人になっても、内に向く成長期と外に向く成長期があります。外へ向かえば、そこで出会う人たちとの交流が広がりますが、内に向かうときは、心の深いところでつながりあえる出会いがあります。感性が豊かで充実した人ほど、会話が面白いものです。より良い人間関係を築くには、人と接するだけではなく、自分の内面を磨くことが大事です。そのためには、自分なりの得意ジャンルを作ることをおすすめします。 感性を磨くにはインプットを増やすことです特に美しいものや感動的なものを意識して自分の中に取り入れていくと感性が研ぎ澄まされていきますある婚活中の30代の女性がファッションばかり気にしていたので小説や映画、感劇などで内面を磨くことを勧めましたアドバイス通りにしているうちに彼女は話題が増え君意外に面白い人だねとアプローチする男性が3人も現れたのです 楽しくデートをして、ついにその中の一人と結婚したのでした。本や映画、芸術に触れることで、内面が磨かれて、内なる光が溢れ、彼女をより美しく魅力的に描いたのです。人生で大事なことは、どこへ行くかよりも誰と行くか、何をどこで食べるかよりも誰と食べるか、何を話すかより誰と話すか。人生はまさに誰と一緒にいるかで決まります。じゃあ、今日はこれで終わり